ス25話最終話やっていきましょう。ぜひと皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー、始まった。おー、さすがに死んではねえな。そうか、だが全の正体はお前だったのか、うん、おー、こっちもネタバラシ。皇族に対する恨み、ダルトンの分析は当たっていたな。ああ、ナナリのためにこんなこと。そうです、私は今の世界を破壊し新しい時代を作る。そんなにお前ごとのために殺したのか。クロピスをユフィーまで。姉上こそ私の母、先行のマリアンヌに憧れていたくせに。どうやらこれ以上の会話に意味はないようだな。そうですね、ならばルルーシビブリタニアが問いに答える。何？姉、はい、誰がやったのか。私の母を殺したのは姉上ですか。違う。では誰が。わからない。おー、あの時の警護担当は姉上でしたね。ああ、なぜ警護隊を引き上げたのですか。頼まれたから。誰に。同じ。母さんに。まさか、そんな。ということは母さんはあの日襲撃があることを知っていた。え、いや、ありえない。なら俺たちを逃がしているはず。え、何があった、あの日。誰なんだ、母さんを殺した奴は。知らないか。分からんからな。なら真実を知ってるやつは誰だ。調べていたんだろう、あの日のことを。いい質問。皇帝陛下に命じられて、うん、シュナイゼル兄様が遺体を運び出した、うん、遺体って母さんの。おう、じゃああの棺の中。戻ってこい。分かってる。そろそろ成長の守備隊が。違う、お前の妹体を運び出した。で、冗談を聞いている暇はない。今は棺は空と。人として本人。私には分かる、お前が生きる目的なのだろう。おう、神根島に向かっている。神根島。うわ、そこに。やべえな、だいぶやべえな。お前の妹がさらわれた、うん、冗談を聞いている暇はない。冗談だと思ってるわ。今はコーネリアを人質として本人。こんな時に冗談。私には分かる、お前が生きる目的なのだろう。神根島に向かっている。言わんぞ。神根島。最終決戦そっちになる。ブリターニア！あなた様はゼロ！なんたる漁港を宿命！スーキ！まさかオレンジか？うわ！お願いです！死んでいただけます。あっ！なんかちょっとスクライドカズマにもっと似てきたな。ゼロ！私は帝国臣民の敵を排除せよ！そう、まさかの。オールハイルブリターニア！ラスボスできたな。我が君に何と報告すれば。常年だけで暴走しています。さすがに行動予測まではせめて会話が可能な状態であればよかったんだが。邪魔をするな。つけろ。いや、まさかすぎるんだけど。マジか。オレンジ教のまさかの登場。そして最後はゼロ。どうして止めたんですか。民族としては当たり前でしょう。死なせたくなかったんですね。まさか君も知ってるくせに。人間はとても壊れやすいって。その肉体も心も互いの関係も。着替えてるってことは。だからといって思い通りになる人や世界なんて。でも乗るのかい。僕はそういうパーツが欲しいんだ。クルルギ少佐がダメなら次のデバイサーを探すだけさ。気をつけなさいよ。ナイトメアはフィールドの中だと止まっちゃうんだから。すげえ、ガチ解体。ガチ解体が始まったな。まあ解体って言ってもね、中から出すっていう。よかった。南、奥義はどうした。撃たれたんだ。手当てしてるが意識がない。それと犯人はまだ。分かった、ならお前でいい。中にいるか。それより奥義が。代わりなら後で手配する。今は車椅子の少女が先だ。うわりって。確認しろ早く。拘束していた学生たちはみんな消えたよ。奥義が撃たれた。どさくさ。失言だな、完全に失言だな。ルルーシカ、悪いけど今はナナリーはそこにいるか。クラブハウスにいるよ。俺たちはちょっと離れちゃってるけど。分かった。そっちは今どこに。ナナリには繋がらない。全てがカオスになっていく。私はお前の共犯者だ、お前の味方だ。信じろと。理由すら言わない女のたわごと。お前に死なれては困る。それは本当だ。一方的な都合ばかり。三番隊、敵の飛行型だ。一戦車で撃ち落とせ。了解。敵機捕捉。て、当たるのかい。当たらんやろな。見えた。ちょっと待って、マジで。なんだ、あれは影崎隊じゃん。やばの相手をしている暇はない。完全に狂ったな。フェルブストリートに出ろ。もはやかわいそうだな。都合ばかり。なんかスプライドのハンマーっていうやつとジェレミア・カズマの合体。違うな、オレンジ君もう当たっている。後ろをバック。潰れる。古きもオレンジ君。オレンジ君やめえや。
潰れろ古き者よ。もう当たっている。お前はもう死んでいると言わんばかり。これナナリの元に。オレンジ君頑丈だな。やっぱ回転刃刀がいるか。玉木さん、こいつらどうしますか。他の学生たちと一緒に両家体育館に。学生ゼロを呼んで。ゼロは絶対に私たちを守るから。出なきゃ変だもの。今までのことだって、うん、うるせえ。ゼロのことはこの俺が一番よく知ってんだよ。こんな時あいつなら迷わないってこともな。やめろ。おう。なんだよ、ブリキのためなら外に出るってか。スサク、惜しいのはその白兜だけだ。裏切り者はここで死んでおけ。おお、猫さん、まさかの。このクソ猫が。もういい、こいつら全員死ぬ。まさかの猫さんが。おお、ひとまず引けた。来た。まさかあのブリ伯爵が前線に出てくるなんて。すげえ。落車だ、やっぱりいたのか。今よ。やば。待て、てめえら。今完全に姉ちゃんやんな。ペシルク、テストパーツの調子はいけそうですね、実用。かっこよ、かっこよ、かっこよ。戻った。うわ、かっこよすぎる。おめでとう。エナジーを交換するわ。おめでとう。でも、どうしてセシルさんまで。ああ、どうしてですか、ロイドさん。取り返しに来ただけだよ、ランスロットとか。まあ、いろいろ。いや、いろいろとね、そのパーツとかっていうものをね。いけそう。適合チェッククリアです。じゃあ、ここは私たちに任せて。あなたはゼロを。ありがとうございます、アシュフォード学園を。他のみんなをお願いします。分かってるよ、婚約者もいるしね。もう確かに婚約者もおるな、ミレイちゃん。リアルプライベートくれる日か。こうなりやぞ、お得。おう、おネタバラシタイム。これはまずいね。あー、やばい。さすがコーネリアの精鋭。東堂、以降の作戦は全てお前に任せる。おう、負傷した奥義の仕事はディートハルドに仕切らせろ。任せるとは一体。うん、私は他にやらなければならないことがある。以降、うん、そちらからの通信は全て切る。手一杯だ。待て、この状況で他があるのか。七番隊なに。おぉ、さすがにトドが落ち着いて。うまく進まんくなってきたな。順番にね、下級生から。すげえバリアの範囲。下からデータは処分しろ。奥義さん、運ばれたの。なに。あー、出てきた。オレンジ君、我が軍に有利だ。いいか、私の負傷は極力伏せろ。動揺する、ギルフォードやクラストンナイツが。しかし、お前にだけは。もう喋らないでください。神に一枚、そこにゼロが。ゼロが。ダメだ、思い出せない。ああ、ギアス。そうか、お前はギアスの騎士なのだろう。ギアス。ならば、ヒッテユフィーの汚名をすすぐのだ。はい、聞こう。分かってきたね。略式ではあるが、ブリタニアの騎士行為を授ける。うわ、これで名実ともにお前は騎士だ。行け、クルルギスザクよ。イエス、ヨアハイネス。いやー、俺ここでバレるかと思ったわ。ゼロがいなくなったのですか。いえ、指揮権を現場に委ねただけで。うん、はい。なぜこんな大事な時に。そうだね、なぜ。なんで大木が撃たれたんだ。ゼロはどこにいるんだよ。知らないって。連絡は取れないのか。逃げる理由なんてないはずよね。でもいくら東堂さんでも全体状況がわからないと。だいぶやばいね。私はどうすれば。カレン、大木さん大丈夫なんですか。どうすんのこれ。それよりカレン、ゼロを追え。おう、彼らの行動には意味があるはず。うん、助けるな、うん、ゼロ、ナオトの夢を継ぐ者。でも、どうやって探せば。そろそろ見えるだろう。あれは、ランスロット、うん、はい、それを追いかけてね。ここを離れる理由なんて。落車だが、あ、新規を。わかりました。飛べないからな。補給部隊、接収した空輸機を私に回せ。海渡るのはきついやろ。さあ、補給部隊、今言うたな。補給部隊、接収した空輸機を私に回せ。はいはいはい、ですよね。さら当然だ。いや、こっちマジで負けるよね。学生さんたちの登場完了までだよ。頑張ってね。分かっています。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。どうしてあんなところに熱源反応が。おー、あー、出た出た。なんだい、あの年代もガニメで。これはミーラ、いけない、砲撃中止、黒の騎士団もストップ。一時休戦だ、そいつを撃っちゃいけない。みんな、言う通りに押し、撃つんじゃないよ。でも暴れるよ。ロイドをマジにするほどの代物か。暴れちゃうよ、言うて。完成させたのかい。検証は不十分です。爆発させられるかは分かりません。あ、爆弾、ウラン。爆発って何言ってるの。ウラン、危険よ、下がって。彼女の理論通りならこの東京疎開そのものが死滅するかも。そんなことあるはず。信じなさいよ、桜ナイトまで使ってんだから。ゼロはどこ。あ、教えて。あ、ウラリア様の敵、ゼロはどこにいるの。ナナリがいなくなったら、俺は今まで何のために、何のための独立戦争だ。ユフィまで犠牲にして。見えたぞ、神根島だ。取り返す、誰が相手だろうと。ナナリよ。すごい状況だな、マジで。あっちはあっちでももう終わりな状況よ。
ああ、この場所は。え？やはりここだろうな。おっさんいるところ。何かお前に関係がある場所か。ここは知らない。他にもあるということか。ここはわかるんだけど、ナナリーをさらったやつはギアスの先が。そこまではわからない。あのおっさんの本当だ。信じよう。少なくとも我々の共犯関係はまだ続いているのだから。ルル君パパがいつもいるところに似てたけ どあ、なんか出てきた。何これ、何これ。これは何。ああ、おお。これは侵入者に対してのトラップ。作動させたやつが。おお。戦争。昔の地図。あ、いや、しかし、なんだお前は。あら、あ、撃たれた。やめろ。やめろ。ループしてんのこれ。おお。主題歌のやつでもこのあったな。エンディングだっけ、こういう風に天使の前で。これはお前の。残っているのは魔女としての記憶だけ。魔女。そもそも自分が人間だったのかすら分かりはしない。私を憎む人も、優しくしてくれた人も、すべて時の流れの中に消えていた。果てることのない時の流れの中で私一人。一人じゃないだろう。俺たちは共犯者。お前が魔女ならば俺が魔王になればいいだけだ。こんな時によく言う。シーツ、すげえな。無事か。誰に向かって行っている。そっか、何世代も生きてるのか。懺悔は今、しつこいやつ。そしてまだ来るオレンジ軍。なんか程よくオレンジみたいな機械しとるもんな、これマシンが。コーネリアに受けた破損箇所が。あらら。ハドローンもあと一撃しか。あらら。私の素晴らしき雪辱。やばいね、素晴らしき雪辱。ごしゃってる。孤立孤尺。やばくね。孤足孤立孤尺。孤足孤立孤尺。お前はナナリーを。しかし言ってることがめちゃくちゃや。大丈夫だ。いや、少し不安だな。カテヨルルーシュ、自らの過去に、そして行動の結果に。おお、おお。でも別れのキスになんなよ。シーツ、死ぬなよ。誰に言っている。うわ、そうだったな。うわ、発見。モザイクかけらを聞いた時の嫌な予感が。いや、柵がすごいな。ここさらっと柵がすげえな。相手としては、うわ、心中相手。心中相手としては好みではない。ああ、うわ、すげえ。心中相手としては好みじゃない。ああ、マジか。これでやられんの。押し切れない。早くしないと敵の援軍が。もうあの機械もきついもんな。うわお。井上、何やってんだ。ゼロは全軍突撃。反乱軍を一挙に封鎖する。これ黒の騎士団滅びるぞこれ。何としてもここを破られたら完全に我が軍は崩壊する。東道の軍事的手腕が劣っているわけではない。カリスマゼロにはそれがある。なのにここまで来て。まさか。いやいや、バクレじゃないよ。本当に私たちを、日本を見捨てたのですか。そうじゃあね。うわー、騒動も知らずに。むしろもうそんなどうでもいいな、彼にとっては。入り口にあったトラップは時間稼ぎだろう。目的は俺か。ナナリーしかないもんね。もあるか頭には。いずれにせよナナリーの無事を確認してからだな。うん、ここにたどり着いたか。おお、びっくりした。オレンジかと思った。こちらを向け、ゆっくりと。こんな時に聞こえなかったのか。いやー、こちらを向くんだ、ゆっくりと。しかももうギアスはかかってるから。ユーフェミアは罪なき日本人を一方的に殺した。君はそんな女。便利な力だな、ギアスとは。はい、バレ。自らは影に隠れ、責任はすべて他者になすりつける。傲慢にして卑劣、それがお前の本質だ。カレン、君もゼロの正体を知りたくはないか。おお。何を今さら。君にも立ち会う権利がある。裏取り。待て。ヘッドショット。だが硬い。それを想定した作り。おお。ギアー、ギアー。おお。だがこの表情、やはりかと言わんばかりの。うーわ。なんで、どうして。信じたくはなかったよ。うーわ。そうだ、俺がゼロだ。黒の騎士団を率い、神聖ブリタニア帝国に挑み、そして世界を手に入れる男だ。やべえ、デスノートの終わりを感じるわこれ。なんかあなたは私たち日本人を利用していたの。私のことも。結果的に日本は解放される。文句はないだろう。早く君を逮捕すべきだったよ。気づいていたのか。確信はなかった、だから否定し続けてきた。君を信じたかったから。だけど君は嘘をついたね。友として、ね、僕とユフィに、ナナリーに。そのナナリーがさらわれた。おう。
スザク、一時休戦といかないか。ナナリを救うために力を貸してほしい。俺とお前、都合がいいな。二人いればできないことなんて。甘えるな。その前に手を組むべきはユーフィーだった。君とユーフィーが力を合わせれば世界を。やばいな。全ては過去。終わったことだ。過去。お前も父親を殺しているだろ。懺悔など後でいくらでもできる。いや、君には無理だ。何？うわ。君は最後の最後に世界を裏切り、世界に裏切られた。君の願いは叶えてはいけない。バカめ。理想だけで世界が動くものか。やめろ、煽るな。桜大塔な。あら、俺の心臓が止まったら爆発する。わお、お前たちもおしまいだ。貴様、それより取引だ。お前にギアスを教えたのは誰だ。そいつとナナリーは。ここから先のことはお前には関係ない。お前の存在が間違っていたんだ。お前は世界から弾き出されたんだ。ナナリーは俺が。スーザキブルーシー。わお、なんで？なんで？ワープ能力？ワープ能力で目の前にドン？はぁ？マジで？嘘やろ？嘘やろ？え、地獄すぎやん。これ、最終話っつっても、まだあるやんね。まだあるやんね。これで最終話。皆さんどれぐらい待ちました？次のシーズン来るまでに。この状態で年とか待たされたら吐くで。マジで。ケツに映像がもうちょいあるみたいなんで、見たいなと思います。うん。おう、おう、これは続きというよりは、しかもギアスで生きろって言っとったもんな、スザクに。続編、乞うご期待。ぐはー、いやー、とんでもねえ状況で、いやー、はい、ということで、コードギアス、これはシーズン1というふうに言えばいいんですかね、一期と言えばいいんですかね、はい、全25話完走した感想ということで、えぐ、いや、本当にもう一番に出てくる言葉が、えぐ、二番目につらっという感じになるよ。何これ、マジで。あの猫を追いかけてた回どこ行ったの、あれ。俺別の作品でも見せられてたの。何この、なんかどん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 カオスになっていく感じ、やばすぎでしょ。みんながみんなで優しいから、みんながみんなで辛い思いをしちゃうんだよ。うわ、ナナリーとかもう地獄でしょ。いや、これナナリーに嫌われちゃうよね。ゼロどうなんの、これセカンドシーズン何話ぐらいあんだろうな。まだだってでも父ちゃん全く出てきてないもんね。父ちゃんのことがあって、でも黒の騎士団、あれよっぽど全滅するで。ここのことが終わった頃にはあっちも全部もう死んでますよ。うまいことバックれてりゃいいけどさ。とはいえども、それでてめえどこ行ってたんだよってなるじゃん。やばいね。で、オレンジ君と C2 は、オレンジ君死んだように思えんけどな。あれ、自爆感はなかったんで、心中するにはって言ってたけど、そんななんか自爆した感なかったよね。はてな。ていうか C2 がそこで死んだら意味わからんし、名前も分かってねえじゃんね、 C2 の。だからそこの回収もあるんで死んでないでしょうっていうところになるけども、この後残されてる展開を考えると本当に地獄でしかないですね、マジで。いや、コードギアスをだから僕は全くもって知らずに見たんですけども、こんな地獄展開だとは思わなかったです、本当に。最初結構ね、ちょっとずつギアを入れていく感はあったわ。ちょっとずつギアを入れるんだけど、でもおふざけ回もいい具合に入れてくれるんでね、そこまでハードじゃねえかなと思ってたけど、バチクソハードっすわ。ハードだし続きが気になってしょうがねえっていう。はい、引き続きここから残っているね、各話しっかりと見ていきたいなと思いますので、皆さん引き続き何卒よろしくお願いいたしますっていうところで、僕の精神が最後まで持つかわかんないですけどもね、みんなと最後まで一緒に見届けたらなっていうふうに思います。改めてここまでいろんなことを教えてくれながら一緒についてきてくれて本当にありがとうございます。引き続き後半戦よろしくお願いいたします。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!